ウッディー・ガスリーは、ボンネビル電力事業団の移植のもと、太平洋岸北西部をテーマにした作品を数点、残した。オレゴン州の音楽は、アメリカ合衆国の特徴である、多様性を反映し、色彩豊かな文化を形成している。具体的には、アメリカ先住民の伝統音楽に始まり、ロックンロール、カントリーミュージック、リズムブルース、ジャズ、ポップ、電子音楽、 ヒップホップといった現代的な音楽ジャンルまで多岐にわたる。ただし、オレゴン州の音楽は、その前時代にわたり、アメリカ音楽史の主流から幾分孤立して、発展してきた。現代のアメリカのポピュラー音楽は、19世紀後半に出現したアフリカ系アメリカ人のブルース、及び1920年代に発展したゴスペルを起源としており、その上で、 ヨーロッパ流の音楽的要素とアメリカ土着の音楽的要素を借用することで新しい音楽スタイルを作り出してきた。オレゴン州は全米平均に比べてヨーロッパ系白人比率が高く人種的多様性に乏しい側面があったことから必然的にアメリカ音楽の歴史において重要な役割を担うことはなかった。オレゴン州がアメリカポピュラー音楽に対し 影響力を持つようになったのは1960年代に入ってからである。当時、ザ・キングスメント・ポール・リビアザ・レーダーズの登場により、オレゴンがフラットロックとガレージロックの一拠点として対等するようになった。これを出発点にロバート・クレーバンドやカーティス・サルガドが率いるブルースロックの潮流が形成したほか 太平洋岸北西部を中心にハードコアパンク文化が流盛した。その後の20年の間にパンクロックはグランジ、ライオットガール、オルタナティブロックに形を変え、ついにはインディーロックに変容した。近年、インディーズ音楽はポートランドを中心に著しく発展し、全米に対して影響力を持つようになった。ポートランドはヒップスターの集まるメッカとして、ザ・ディセンバリスツ、 ゴシップ、ザ・ダンディ・ウォーホールズ、エム・ウォード、今は亡きエディオット・スミスなど多くのミュージシャンを輩出した。ポートランドを代表するインディーバンドのフローターは17年以上にわたりメジャーレーベルとの契約をしていないにもかかわらず、2009年にはポートランドのベストバンドに選出されているほか、クリスタル・ボールルームやアラディン・シアターといった主要会場において、 大入り満員となる公演を繰り返し言っている。その他、ポートランドに活動拠点を移したミュージシャンとして、モデストマウス、スリーター・キニー、シンズ、スプーン、ペーブメントの元リーダーだったスティーブン・マルク・マスラが代表的である。オレゴン州には農村部と都市部が織り混ざった独特のダイナミクスがあり、これがブルーグラス、フォーク、オルタナティブカントリーといった音楽ジャンルの 地域的発展に影響した。ジャムバンドの州内におけるプレゼンスは大きく、オレゴン州博覧会でのグレートフルデッドの公演を短所として、屋外の音楽祭は今日まで人気が続いている。ポートランドのウォーターフロントブルースフェスティバルは、全米で2番目に大きなブルースフェスティバルとして知られる。文化的な催しも多く、オレゴンバッハフェスティバル、オレゴンアメリカ音楽祭、 オレゴン交響楽団、マウント、フットジャズフェスティバルなど数多くが開催されている。ザ・キングスメンといえば1960年代ロックの古典、ルイルイで有名だが、彼らはもともとポートランドの出自である。ポール・リビアンド・レイダースはアイダホからポートランドに拠点を移した後、人気を博した。シーフード・ママはリンディ・ロスを歌手とする1970年代のジャズバンドである。 同バンドは地元ポートランドで全国的成功を目指す多くのフォロワーを集め、その中にはクォーターフラッシュといった大物バンドも生まれた。一方でシーフードママは1枚目のアルバムを発表した後大きな成功を残せずに終わった。他に全国的成功を収めたポートランドのバンドにニューシューズがいる。ポートランドでは1980年代にハードコアパンクが流星し、 太平洋岸北西部地域では、シアトル、バンクーバーと並び称される存在となった。ワイパーズとポイズンアイディアは、このジャンルにおける代表的なバンドである。特に、ワイパーズは、グランジの影響が強く見られる。これらのバンドは、ザメットやザサティリコンといったクラブで演奏し、カルトコメディアンのビルヒックスとも親交があった。1980年代に活動したハードコアバンドでは、 ポイズンアイディア、ワイパーズのほか、ロックジョー、ファイナルワーニング、ザラッツなどが知られる。ホールのリードボーカルであるコートニー・ラブはポートランドで育ち、当時のポートランドのパンクシーンで活動していた。ラブがニルバーナのカート・コバーンと最初に知り合ったのは、1989年のサティリコンクラブであった。1990年代になると、ディファイアンス、バグスカル、ディテステーション、 トラジェディといったバンドが台頭する。2000年代初頭にはエクスプローディングハーツがカルトの古典として名声を博すが、その端所はデッドムーンと呼ばれる1990年代初頭に結成しガレージコールカントリーパンクでカルトを育てたバンドであった。ポートランドはブルーグラスやオールドタイムと呼ばれるジャンルの音楽も栄えた。 ポートランドを代表するバンドに、ホグホーンストリングバンド、ジャックストロー、ザ・ウォーター・タワー・バケットボーイズらがいる。現在、ポートランドに住む、バンジョー・ビキのトニー・ファータード、バイオリン・ビキのダロル・アンガーの両名は、いずれも伝統的なブルーグラス・ミュージックを昇華させ、プログレッシブ・ブルーグラスやジャズといったジャンルに発展させた。ポートランド・オールド・タイム・ミュージック・ギャザリングというイベントが、 毎年1月中旬に開催され、北西部出身の多くのミュージシャンが集まり、即興演奏、スクウェアダンスなどが披露される。このイベントは、州内の他の場所のオールドタイム系のイベントで、見られるよりも、より多様な観客を集め続けている。ポートランドでは、ワールドミュージックや、フォークダンスも重要なジャンルとなっており、代表的なグループとして、アル・アンダルス・アンサンブルが知られる。 中央アフリカの音楽も、オボアディ、ジュジュバ、ボカマリンバといったグループやアーティストによって表現、されている。東、ヨーロッパ、中東の音楽としては、バガボンドオペラ、カファナクラブ、クレブシックオーケスターバルカンフュージョンプロジェクト、アンダースコアオーケストラ、バルカンビヨンド、ザモーラ、サンレグトーソ、チェルボナなどが代表的である。近年、 ポートランド出身のインディーミュージック系のバンドの多くが、パーティサンレコーズ、ニッティングファクトリーレコーズといったプロモーターと、レコーディング契約を組む事例が多くなってきており、国内ツアーが続々と行われるようになってきている。このような例に、ホーリーサンズのエミル、アモス、サリー・フォードザ・サウンド・アウトサイド、エージズエージズ、アッシュ・ブラック・バッファロー、ドロリアンなどがいる。 ユージーンは、ティム・ハーディン、ダン・シーゲル、リチャード・スミス、ロブ・トーマスといった多くの有名なミュージシャンが幼少期を過ごした街である。1990年代の初め、ユージーンは、現地の音楽界は、交流を迎えていたが、このことは逆に、外部の音楽界に対する関心の欠如につながった、ため、多くの現地のミュージシャンに不満を与える主となっていた。 1990年代の友人院の音楽会は、市内のバーやアナーキスト系の喫茶店、イッキエス・テアホーセと呼ばれる、喫茶店、ナイトベースメントショーなどで活動が行われていた。市内の一部の家屋は事実上のコンサートハウスとして用いられ、北西部ツアーを行うインディペンデント系のバンドが立ち寄るほどの知名度を有していた。イッキエス・テアホーセにも多くのバンドが立ち寄り、 その中には、ジョーブレーカー、グリーンデー、AFI、ディファイアンス、UK サブス、ムキルテオ・フェアリーズ、FYP らがいた。より主流なコンサート会場としては、WOW ホール、アーブ・ボールルーム、ハルト舞台芸術センター、カスバート・アンフィシアター、ザ・シェット、サム・ボンズ・ガレージ、BE ・オール・コンサート・ホール、マクドナルド・シアターが用いられた。 ホワイト・リベラルズは、1981年に、マイケル・ビリングズが結成したバンドである。サイコファンク系のバンドであった、ホワイト・リベラルズは、キャット・ビヘイビアをソリッド・シティズンズレ・コーズに、トライアド・スタジオズにて録音した。また、オレゴン大学ボールルーム、ワオホール、キャンベル・クラブにて演奏を行った。マイケル・ビリングズは、チェリー・ポッピンがディーズのスティーブ・ペリーを指導し、ある夜、 ホワイトリベラルズと共演させる形で音楽デビューを飾らせた。後にキングクリムゾンに参加したトレーガンは一時期ホワイトリベラルズとギターを共演していた。1984年結成のサーフトリオはユージーンに拠点を置くパンクサーフ系のバンドだった。結成メンバーはロンクライム、ピートワインバーガー、デイブ・マイヤーズ、アーロン・テンプルだった。スカスイング・ファンク系のバンドである チェリー・ポッピン・ダディーズは、ユージーンのサイケデリックバンド、セインとハックの怪人から1989年に結成された。1990年代初頭に北西部を中心に多くのファロワーを集めたが、逆に広く知れ渡ったことから、ダディーズを性差別的や乱利こうなどと受け止める運動家によって激しい批判も受けた。1990年代後半には、 スカやスイングのリバイバル運動における主流派として名声を高めた。現在でも友人を拠点として活動を続けており、その一環のサイドプロジェクトとしてグラムパンクバンドホワイトホットオデッセイやピアノロックトリオザビジブルメンの活動も行っている。フローターは1993年に結成されたバンドで当初は ガレージパーティーやオレゴン大学で活動を行っていた。現在はポートランドを拠点としている。8枚のスタジオアルバムと3枚のライブアルバムをインディー系レベル、エレメンタルレコーズから発表している。1995年にはファーストアルバムシンクが高評価を受け、ナロスからグラミー賞ベストロックパフォーマンス部門の暫定レベルにノミネートされた。 1996年には、セカンドアルバム、グリフにより、同賞のノミネートを受けた。ギタリストのジョン・フェイヒーは1981年に、オレゴン州の州都セーラムに移り、2001年に61年に、死ぬまで同地に住んだ。遺体は、セーラム製法のレストローン墓地に埋葬された。クリスチャン・ロックの父として称えられたラリー・ノーマンも、セーラムで生活し、 2008年の初めに同地で死んだ。オレゴン州オークランド出身のバンド 40WaysfromSunday は神の存在を肯定しない不価値論者たちのパンクロックバンドであったが、2007年初頭、ラリー・ノーマンに敬意を表して楽曲を作曲している。ネイティブアメリカンのジャズ・サックス奏者であるジム・ペッパーは1941年にセーラムに生まれ、 両親が働いていたチェマーインディアンスクールで2年間を過ごした。セーラムは1990年代以降、ポートランドや太平洋岸北西部の音楽シーンに大きな影響を与えるようになる。全米でも名の知れているオルタナティブロックバンドのブリッツェントラッパー、ダルマバムズ、タイフーンはメンバーの大部分がセーラム出身であり、そのデビューを市内のラブハウスである。 グランドシアター、ジミズギタープラネット、ジアイクボックス、ザ・ガバナーズ・カップ、ザ・ナイツ・オブ・コロンバス・ホール、ザ・スペースなどで飾った。ロックバンドのポルトガル・ザ・マンのキーボーディストのライアン・ネイバーズもセーラム出身である。彼は以前はエクスペリメンタルロック集団、シェパーズ・オブ・オンタリオに所属し、2000年代にはフロントマンとしてセーラム市内でたびたび活動していた。また、 かつてメルビンズやハイオンファイアでベーシストを務めていたジョープレストンもセーラムの出身である。ありがとうございます。